前橋地方法務局沼田支局、はい、これから田んぼの所有権移転の書類を届け出していきます。申請書を置いてきようと思います。果たして受け取ってもらえるのか、やります。はい、終わりました。空っぽ、返却のよう、日にちの書いた紙をいただきましたんで、何も不備がなければ、4、5日後かな、今日24、4日後、はい、出来上がるそうでございます。何も不備のないことを願います。ガーン、先日の、登記申請書ですが、はい、取り下げとなりました。この登記済証がとっても古いもんなんで、その要はオーナーさんの住所が昔と変わっていて、それをまたその新しい住所に登記をし直さないと、まずこの登記書が有効性がないので、その登記申請をしてくださいと、そういう、住所変更の登記をしてくださいという、案内があって、そうすると元々の申請の書類を取り下げないといけなくてっていう、それを今日やってきました。めんどくさいというか、私はワクワクしております。楽しいと思って今やってる自分がここにいます。さあ、また法務局でございます。4回目申請自体2回目ですんで、はい、今日は大丈夫かと思います。行ってきます。おはようございます。今日は7月31日、また法務局です。都合4度目になるのかな。はい、田んぼの所有権移転、ちょっとまあ書類上というか申請の方法というか、まあ、その辺で少し、係の人と相談をしに行きます。はい、法務局から今出てきました。書類はまあ提出はしました。ある程度見ていただいて、で、まあ、内容の審査は、この後ですが、なんだっけな、登記書だ、登記済書、元々の土地の登記書が、完治、昔基盤整備って言って田んぼを整備した時の、完治の後の登記済書だったので、これだとちょっとって言って、預かりになりましたね。結局紛失扱いで、向こう様からまた向こう様に確認の書類を出していただくっていう通知はこちら法務局から行くそうですけど、はい、私はまたそれができたらその書類をもらってこちらに届けて、そうするとそこから審査が始まるっていう話でしたので、もうしばらく時間がかかるかと思います。あと3日4日で審査になればありがたいんですが、はい、月火水木、まあいいか、考えてもしょうがないんで、とりあえず8月になっちゃいます。終わり。はい、長々かかった土地取得の、登記の申請でございますが、書類ができたそうなので本日受け取りに行ってまいります。はい、書類いただいてきました。3枚目の田んぼやっと私のものになりました。で、とりあえずこれで一段落かな。ちょっと長いんでここら辺でとりあえず土地の取得までは終わりましたという動画にしましょう。